新しい契約か分かった。休暇中だが、付き合ってもいいぞ。契約書はどの名にすればいい名はたくさんあるのだが、今は、勝利と名乗っている。お前はどうだ、旅人。お前はどの名で契約する 今日も好景気になることを願っている。元気になるものチコガンにあるいい店を知っているが、もうウンドノの芝居に間に合わないが、夜のリーウェはまだまだいいところがたくさんあるぞ。市場が終わり、賑やかな港も眠りについた。お前も休むといい。 旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。次はどこに行くんだリーウェの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェは、あらゆる富が沈着する場所だ。 ルリ袋という植物は、湿っぽい環境を好むため、雨上がりに積むのがおすすめだ。見かけたら、適切な時に積むといい。雪が止むまで場所を移動しよう。俺は問題ないが、お前が風邪を引くかもしれない。休暇に向いていない天気だ。芝居でも見に行くか。 規則がなければ、縁を成すことはできない。常人でも仙人でも、それぞれの役割を果たすことで、リーウェの平和が保たれる。黄金は、リーウェの富、リーウェの心臓を動かす血だ。お前に黄金のように輝く心があるかどうか、見極めさせてもらうぞ。 取引の決まりは契約その基準は公平それは契約を作って守る者が忘れてはならないことだ公平が失われたら契約は嘘の証拠となる絶運の間に行く機会があったら精神を一玉取ってきてくれ一束でいいんだ旅費は ああ、忘れるところだった。契約の有効期間中の旅費は、お前が持ってくれ。では、頼んだぞ。どうしたせっかくの休暇なのに、休まずに俺のところに来るとは。俺の話が聞きたいのか時間があるとき、城内を散歩すると、気分が落ち着くな。 うん。こんな気持ちはいつからだろうな人々に契約を守らせルールに従って行動してもらうのは公平を守ってほしいからだしかしそのことに気づかない人はどうしてもいる遠い昔に友と共に飲んだ酒だ 気候が変わったせいか、過去の味はもう再現できそうにない。海産物は嫌いだ。見るだけで、ああいう、なんというか、ツルツルと滑るような感覚と、洗っても消えない生臭さを思い出す。原因は、<laughs> 話すと長くなる。記憶力が良すぎるから。 ということにしてくれ。誕生日おめでとう。これは、お前が生まれた日に咲いた、ルリユリのドライフラワーだ。昔のリーウェの人々は、大地の美しい記憶と祈りのために、この花が咲くと言っていた。きっと、お前の誕生もそうだと、俺は信じている。 力が戻ってきたようだ。多くはないが、役に立つ。力が増した分、体への負担も増えた。大丈夫だ。俺の体は、普通の人とは違う。心配いらない。